多分ね、やっぱ言われちゃう。何回もやってもこうなっちゃうんですよね。Little nervous, but very excited to be here. Heard a lot of good things about S-Pulse. Very young, talented team. And hopefully I can bring my leadership to the team and we can win a championship. 大丈夫です。もう短くないですか？もう短くないですね、多分。いけると思います。緊張してます、かなり。背番号とか気になってたんで、30番っていうのをいただいて、ちょっと去年37番だったんで、変わるのか変わらないのかなって、ちょっと自分の中であったんで、ちょっといい番号だなと思います。今も緊張してるんですけど、しっかり今年に向けて、ちゃんと自分の決意を言いたいと思います。いや、まあ、どういう感じになるかちょっと緊張はしてますけど、楽しみな気持ちがやっぱりテレビ局とかも入ってますし、すごく注目されてるんだなっていうのはすごく感じますけど、フロンターレ時代に結構やっぱプレーで感じてる部分もあったんで、日本代表すごくピッチも近いですし、すごく敵としては圧迫感というか威圧感があって、やりづらかった印象はすごくありますね。心境は少し緊張気味です。いや、もう楽しみでしょうがないです。皆様、本日はお忙しい中、2014清水エスパルス新体制発表記者会見にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。それでは、会見を始めさせていただきます。皆さん、おはようございます。今日新体制発表ということで、昨年よりですね、多分10日ほど早い、まあ、チームの指導もあって、今日も発表ということになります。昨シーズン、厳しいスタートの中でですね、始まって、まあ、後半戦えるようなチームになってまいりましたけど、今シーズンのあと開幕まで、もう2ヶ月をこう切っている中で、しっかり準備をしてですね、昨年後半で、感じた手応えを確信に変えるべくですね、しっかり準備をしていきたいというふうに思います。チームスローガンということで、皆さんもご存知のようにワンチームワンミッションという言葉はですね、今年で3年目となります。今までやってきたことを信じてですね、継続していくと、そういう意味合いも含めてこの言葉を使いました。もちろん継続していくということは現状維持ということじゃありません。もちろん一段高いステップに向けてですね、やっていくということでございます。いろんなものが整ってきて、今年日が昇るという思いを込めてですね、つけております。チームスローガンについてはそんな思いがありますので、よろしくお願いいたします。お待たせしました。それでは、2014シーズンの新加入選手の発表および紹介を、始めさせていただきます。清水エスパルス、高木徹です。清水エスパルスユースからトップ昇格しました。育成からトップに上がったのは山本海斗選手以来10年ぶりなので、
その意味も含めて自覚と誇りを持ってプレーしていきたいと思います。また今まで関わってくださった大江の監督はじめ肌コーチスタッフの皆さん、家族、友達、すべての人に感謝の気持ちを持ってこれからプレーしていきたいと思います。よろしくお願いします。 JFA アカデミー福島から加入することになりました金子翔太です。僕の長所はどんどんゴールに仕掛けて得点だったりアシストだったりゴールに絡むようなプレーをすることが自分の長所です。またサポーターの皆さんに喜んでもらえるようなプレーをしたいと思っています。今まで JFA アカデミー福島だったり家族友人など僕に携わってくださった方々へ感謝をができるように精一杯プレーしていきたいと思います。よろしくお願いします。高木義明です。 FC ユートレヒトから来ました。僕に関しては多分皆さんご存知の通り兄とは性格も、まあ、プレースタイルも違うですけど、まあ、少しでもチームのために勝利のために努力するので応援よろしくお願いします。 FC 町田ゼルビアから来ました相澤隆です。まずは、再び J1 でプレーする機会を与えていただいた、社長、監督、強化部をはじめエスパルス関係者の皆様に感謝の気持ちを伝えたいと思います。ありがとうございました。先ほど社長もおっしゃられたように、ACL から JFL まで幅広いプレー経験があるわけですが、そのような経歴を持った選手というのがおそらく J でもあまりいないとは思うので、その経験をこのエスパルスにまた還元し、チームの勝利に貢献できればと思っています。日々の練習から、まずアピールして皆さんに早く認められるように、そして、試合で結果を出せるように頑張っていきますのでよろしくお願いします。 My name is Dejan Jakovic. Espals に来れて嬉しいです。 I want to amad central defender. I want to bring my leadership and experience to the team. It's a very young team with a lot of talent, and hopefully we can win a championship. Thank you. まあサポーターから呼ばれたい、まあ自分の名前はトールなんで、まあトールと呼んでもらえたり、まあ別にたまに友達から言われるのはトッピーって言われたりするんで、まあトッピーでもいいかなって思います。はい、僕も友人からは、まあ、翔太だったり金子だとか言われるんですけど、まあ、エスパの先輩方にプーさんとかテッドとかって呼ばれることはあるんで、まあ、それはサポーターの皆さんにあんまり呼んでほしくないあれだなと思います。僕は吉明でお願いします。僕はプロに入った時から相沢のザワを取ってずっとザワって呼ばれてるんで、皆さんにもザワって呼んでいただけたら嬉しいです。 The nickname for my name Dejan in Serbian is Deki. そうですね、やっぱり2列目の選手は特に、多いチームだと思っていますが、やっぱり僕の特徴をどんどん生かし、また一番はやっぱ点が取れることも、まあ、自分の強みであるので、やっぱり他の選手よりそういう目に見える、まあ、結果というものを、まあ、練習の中だったり練習試合の中で、しっかりアピールして、そのポジション争いに勝ちたいと思っています。僕はユートレヒトにいた時に、まあ、途中出場とかでは出てたんですけど、スタメンではそんなに出る機会がなかったので、そこに関してはもう誰にも負けたくないです。緊張しなきゃみたいな。緊張しなきゃ。
まで取られてる。いやもうちょっと緊張しすぎて、考えてきたこともちょっと言ってることが全然違くて、ちょっとやばいっすね。楽しみです。またそうです、ね。すごくいいリズムの応援が特徴的だなと思います。そうですね。まあその期待を裏切らないというか期待に応えられるように頑張りたいです。高木義明です。いつも兄がお世話になっています。これから僕もお世話になると思うのでなりますのでよろしくお願いします。頑張ります。自分の中で記者会見をやる中でいろいろ考えてきた言葉があるんですけど、いざこの場に立つとやっぱり雰囲気が今までと感じた中で違くて、言葉飛んじゃう部分もあったんですけど、とても会見が終わって気が引き締まるものです。自分一番バッターということで、正直マジかよっていう気持ちもあったんですけど、そういうやらせてもらえることも怖いだし、これからこういうのもあるんでいい経験できたと思います。清水エスパルスユースからトップ昇格しました高木亜徹です。自分の得意なプレーはハイボールに頼ったりシュートストップなんで、そういうところを見てもらえればいいと思います。名前は徹でもトッピーでもどちらでもいいんで、好きな方で呼んでください。よろしくお願いします。去年のユニフォームは袖通してるんですけど、なんか軽くてなんか触り心地も良くて、早くこのユニフォームをアイスターのピッチに着たいなと思います。新しく加入することになりました、金子翔太です。昨年も清水エスパルスには、お世話になりましたが、試合に出ることができなかったので、今年はサッカーに、打ち込めるということで、しっかり、試合に絡んでサポーターの皆さんに喜んでもらえるようなプレーをしたいと思ってますので、応援よろしくお願いします。若い選手が緊張してたんで、すごくその緊張が移ったというか、僕も少し緊張しました。当然言葉でこう引っ張る部分というのも大事だと思うんですけど、普段からのその私生活とか、練習の姿勢だったりとか、そういった面も行動に出てくると思うので、そういうところを見て、若い選手が感じてくれるところもあるかなというふうには思います。当然、入ったことだけに満足しないで、試合に出続けて、またJリーグアウォーズにこう呼ばれるようなそんな活躍ができたらというのはすごく思います。今シーズン、清水エスパルスでプレーさせていただきます相澤隆です。皆さんに早く認めてもらえるように、練習を一日一日大事にして、試合で結果が出せるように、頑張っていきますので応援よろしくお願いします。 I feel good. I was a little nervous at first. I never had so many people, but I'm glad it went well. Thank you for supporting us every game. We know how much it means to you. For us to do well, we will do our best. We will leave our heart on the field and try to win a championship for you guys.